で今回はですね、身長、体重、血圧の健康測定を行いまして、はい、健康の基準値をクリアするとカフェ代の半額分がキャッシュバックされるということなんですが、田中さんはクリアされる自信はありますか？そうですね、さすがにそこはクリアしてる気はしますけれども、はいはい、一応応援団長やらせてもらってるんで。そうですね、はい、クリアしていただかないと、はい、クリアしないとお前がね頑張れってなっちゃうね、はい、普段健康面はかなり気を使われているんですか？最低限度はぐらいです、うん、なるほど。どうもこんにちは、ようこそお越しくださいました。どうもよしこさん、まひるさん、今日よろしくお願いいたします。すいません、よしこじゃないんです。え、ごめんなさい。なんて言うんですか？小雪です。笑うところです。お久しぶりです。お久しぶりです。では改めて小雪さん、まひるさん、よろしくお願いいたします。お願いします。田中さんは頑張れるやのお二人とは初対面ですか？こうやってお話しするのは初めてなんですけど、先日、はい、番組で、はい、本当にお見かけしたというか。あ、そうなんです、はい、私たちも本当にお見かけしたといいますか、はい、見たかった、同じ会場におられて、はい、見たかったんですけれども、すごく生で、はい、なんていうんですか、間近で見たかったんですけど、はい、なんかいろいろね、その時私たちマラソン走らされたりとか逆バンジーやらされたりとかいろいろ出させられてたので、ちょっとゆっくりと見れなかったんですよ、計算のこと。だからちょっと今ちょっと今日はすごいじっくり見させてもらえるので、ありがたいね。特別に田中さん直々にお二人の健康測定を行っていただけると。いいんですか？聴診器とかあります？心臓の音とかそういうのは。ちょっと残念ながら聴診器はないですか？ないですけれども。うわー、楽しみですよね。はい、はい、はい、では上がっていただきましたので、体重の発表を田中さんお願いします。はい、6キロですね。あれ、あらら、6キロですね。言っちゃってもいいですか？46キロですか？ちょっと違う風に私には聞こえたんですけど。46じゃないわ、山ちゃん。言った方が、言っていいですか？はい、67.6キロ。すごい、すごいデブなんですけど。数値が定まりましたら田中さんお願いします。どうしました？どうしました？縁起いい数字なんですけど言っていいですか？縁起いい数字、縁起いい数字です、言っていいですか？はい、77キロです。あら、ジャストですか？パチンコだったら最高ですね。はい、あれ、じゃあやだ、77キロですか？嘘、やだ。僕の見間違いじゃなければですけど。あれれ、ごめんなさい、10キロ違うよ。10キロも違うの？私ごめんなさい、私昨日ちょっと浴びるほど酒飲んだからかもしれない。それかもしれないです。それですね、多分。ごめんなさい、身長もね、続けて測りたいので。身長もちょっと動揺しちゃいました、ごめんなさい。77キロ。大丈夫かな、これ。リアルに動揺が。大丈夫ですか、私。正面向いていて。ちょっと笑いすぎですよ。ケイさん、ちょっと笑いすぎですよ。異常に笑いすぎですよ、ちょっと。笑いすぎですよ。スタートしますよ。始まりました。始まりました。田中さんの血圧が上がりそうですね。せーの、ファイト。でしょうね。お二人ともファイトという結果になりました。なんかこう、まひるさんの方は2つあって、うん、1個ダメだったからファイトで、よしこさんはどっちもダメでした。どっちもあれ、どっちもダメ、どっちもダメでした。あららら、じゃあまたちょっと違う。超ファイトなんてあるんですか？超ファイト。はい、それではあーん、お願いします。すごい苦いんですけど。すごいですか？何これ。え、これ材料何使ってます？ノニです。うえ、苦い。ケイさん、ちょっとケイさん、すごい苦いですよ、それ。あらや、言ったのに。どうして言ったのに。
いかがですか。苦いっすね。いや言ったじゃないですか、苦いですよって。